のフレッシュマンは阿蘇市三窪にあります有限会社阿部牧場にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはお名前と年齢を教えてください。はい、岡本くりえ、23歳です。はい、お住まいはどちらになりますか。お住まいは内の巻に住んでいます。岡本さんは、出身は阿蘇市じゃないとお伺いしましたが、はい、愛知県から来てます。はい、今お年が23です、ね、なので、まあ、大学卒業されて就職ということ、はい、では大学は農業系だったんですか。大学は法学部を受けてました。またどうして法律専門から酪農に。高校も普通科でそこから大学に行って、で法学部を受けて、で法学部まだやりたいことが定まってなくて、法学部はその職種を問わないっていうのを先輩から聞いたので、とりあえずって言うとあれですけど法学部の方に通って、でいざ就活ってなった時に動物が好き、自己分析とかでよく自分を振り返るんですけど、そこで動物が好きだなっていうのがやっぱ根本にあったので、その動物に携われる仕事がしたいので牧場を視野に入れて就職活動をしました。じゃあ阿部牧場さんとの出会いは。阿部牧場、まず名古屋でバイトをしてたんですけど、そこでお客さんによくあなた何歳みたいな話になって、大学4年ですってなると就活してるのってなって、あ、じゃあ牧場に勤めたいんですって言ったら、熊本の阿蘇はすごいいいところだよって聞いて、もうそれだけで阿蘇に来ました。阿蘇って熊本、はい、でそこで熊本の牧場で求人を探して、でそこの牧場さんからここを紹介してもらいました。いろんなご縁で阿蘇に来てくださったんですね。はい、いろんなご縁ですね。今は勤めて1年が経った頃なんですが、はい、普段どんなお仕事ね、今子牛ちゃんたちもベロベロ舐めてますけど、どんなお仕事をされてるんですか。まずこの子たちの哺乳ですね。まず生まれて1週間の子には粉ミルクを作って、こうやってバケツであげるんですけど、あと2ヶ月までの子たちをこの哺乳器のロボットを使って観察したりしています。あと搾乳も、はい、してますね。朝晩お仕事楽しいですか。はい、楽しいです。もう可愛いですね癒しがあるので、あと先輩たちも優しいですし頑張れてます。じゃあちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが元気ですねまだ23歳なので結婚願望とかは。結婚はいつかはしたいですけど、まだいいかなって感じですね。まあ、これだけね可愛いときっとねモテるんだろうなと思いますけども、どんな人がタイプですか。そうですね、やっぱ年上で包容力ある人がいいです皆さん年上の包容力がある方だそうですよまだ阿蘇に来て1年ですが、阿蘇の好きなところ、まあ、デートするならおすすめスポットとかどこか行きたいとこありますか。デートですかね、流星群を見たいです。やっぱ星がすごい、空が近くて星が綺麗だし、やっぱ雲とかも近いので、もうずっと空見てたいですね静かに。では最後にですね、お勤めの阿部牧場さんの PR をあちらのカメラに向かってお願いします。はい、阿部牧場はスタッフが20代から60歳の方までいて、で美味しい牛乳を絞るために切磋琢磨してみんなで協力して頑張っています。で春夏秋冬通してバーベキューをよくしていますバーベキュー台を作るところから始めるくらいバーベキューが好きな人たちと楽しんで仕事をしています。本当に楽しくお仕事しているんだなっていうのが笑顔からね分かりました。では最後にあちらのカメラに向かって、はい、決めポーズを、岡本さん右ピースを作ってフレッシュマンと、あ、ね、ちょっとマイクも舐められてますが大丈夫ですか、これ大丈夫かなはい、じゃあ、せーのフレッシュマンであっちにピースを作ってください。はい、今月は阿部牧場にお勤めの岡本さんをご紹介しました。いきます、せーの
フレッシュマン。さよなら。さよなら。